ロンドン地下鉄1972系電車は1972年6月26日に営業運転を開始したロンドン地下鉄の電車である。ロンドン地下鉄の2種類ある車両サイズのうち小さい方のサイズの車両群に属する。ピカデリー線のヒースロー空港への延伸による所要車両数増を延伸計画策定時に想定された不足分のみの心臓ではなく、 全車新型車に置き換える計画に変更し、年出された1956系電車、1959系電車で、農山線の1938系電車の一部を置き換える計画が決定された。この計画が実行される過程で、1969年の アクトン車両基地保守要員のストライキで、整備不良により運転不能となる1938系電車が続出したことから、残存する予定だった農山線の1938系全車を新造車で置き換えることに急遽決定。1972年から1973年に、かけて1972系、電車一時車7両30編成が製造された。二車は、 1970年代初頭に顕在化したメトロキャメル社の創業不足による経営危機に際し、同社倒産による失業者増を防ぐ政治的判断により、1977年開業予定だったフリート専用車両を先行して製造したもので、7両33編成が1973年から1974年にかけて農山線に投入された。 二次車には、ジュビリー線で導入が予定されていた自動運転の準備工事が施されていたが、本形式のジュビリー線での運用中に導入されることはなかった。設計期間短縮のため本形式は完全な、新型車ではなく、ビクトリア専用1967型電車を、基本とし、1967型電車から自動運転設備を取り払い、 車掌上部に対応する設備を追加したものとされた。したがって、外観は、ほぼ同一のアルミ車体で、側面は、片側4扉、内中央部2箇所が幅 1372mm の両開き、車端部2箇所が幅 686mm の片開きである。ロンドン地下鉄の商談面車両各形式に見られる、この扉配置は、床面高さを下げるために、 台車上部が台枠内に入り込む構造上強度が落ちる開口部を台車直上に配置しないためのものである。先頭車はドア一箇所分を運転台としているため3扉であるが運転台側面に扉はなく乗務員は客室または正面扉を通って運転台に出入りする。自動運転前提ではない本形式では 客室が混雑すると途中駅での乗務員交代に時間がかかるため、前面からの乗降を容易にするようステップと手すりが、ベーカー流先天用後に追加された。登場当初はアルミム塗装で、二次車はドアのみ赤く塗装されていたが、更新時にロンドン地下鉄標準の赤青白の3色に塗装されている。四両ユニットと三両ユニットを組み合わせた七両編成で運用され、 DMTTDM&MTDM の編成を組む。本文中の車両形式略号などは、ロンドン地下鉄の車両形式及び、車両番号の付与方法を参照。4両ユニットと3両ユニットの組み合わせは決まっていないが、更新前の1次車と2次車は一部を除き組み合わせて使用することができなかった。左側が北、または西側、右側が南、または東側だが、 ベーカルール線で運用される場合は、車両基地で分割する際の都合から南北逆向きとなる。1972系電車の申請時の番号体系は下表の通り。ユニットを組む車両の下2桁の番号は同一。下2桁01から30が一時車。31から63が二次車である。下2桁64から67は、 ベーカールンに転用された一時車を二次車の続番に改版したもので、内下2桁66は自己廃車となった下2桁49の2両と24の5両を組み合わせたものである。下2桁99は自己廃車された車両と編成を組んでいた残りの車両で、蘇生4両ユニットのみが存在し、唯一 DMTT ドムの編成を組む。改版。 他形式への編入については、別項も参照のこと。四千三百五十二から四千三百六十三。和母氷装置付き。二次車はジュビリー。線開業に備えて、一九百七十七年から一九百七十九年にかけて、前車がベーカールーセンス。タンモア支線に移ったが、一九百八十年代初期の乗客源により、一九百八十三年に二次車四。 編成を一時車と混用可能な仕様に改造の上で農山線に転用さらにジュビリー線への1983型電車の第一陣投入により1984年から1985年にかけてさらに14編成が農山線に転用されたジュビリー線に残った編成も1989年の1983型電車 第二陣投入により、ベーカールー線に転用されている。1980年代末から1990年代前半にかけて、キングスクロス駅火災事故の再発防止策の一環としての何年かや車両への落書き対策としての外反塗装などを含む、更新工事、ワンマン運転対応の工事が行われた。なお、1995系電車の投入により、 ノーザン線での運用は1999年2月3日をもって終了した。これにより余剰となった未更新の一次車20編成のうち3両ユニットの大部分は間もなく廃車解体されたが4両ユニットはビクトリア線への追加転用やウォータールーシティ線への転用計画があったため一旦各地へ疎開留置された。しかしながら この転用計画は実現せず、事故車補充用として二次車や1967型へ転用されたごく一部を除き、2000年代初頭までに廃車解体されている。1980年代後半、ビクトリア戦像を発用として、農山戦一次二28両が転用されて1967型の中間に組み込まれたほか、ベーカール戦へも二次車への編入改造を経て3。 編成とこ量が転用されている。1 9九十年代以降も、自己敗車の発生に伴う組み替えや1六十七型へ追加編入により、改造、改版を生じている。詳細は以下の通り。赤字字路文字、1六十七型への編入者、黒字字路文字、一字車から二字車への編入者者、チチ字路文字、二字車の編成外に伴う改版車水。 色字白文字、1967型の改版車、更新工事、ワンマン運転改造と合わせ、ベーカールー線のワンマン運転実現のため、農山線に転用されていた二次車が再び、ベーカールー線に転用されて二次車全編成が、集結、2011年現在、二次車への編入改造を行った一次車の一部を交え、引き続き、ベーカールー線で運用されている。 2011年7月の1967、型引退後、小さい方のサイズの車両群では最古産となっており、2018年までの置換絵が計画されている。女性の自動放送装置がワンマン運転化に伴って取り付けられている。通常の放送の例は以下の通り。This is Stone Bridge Park, This is A, Baker Line Train, 2 Queens Park, p リーズスタンドクリア Clear of t ローリングストックデータシートセカンドエディションロンドン交通局2013年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年1月30日閲覧 P4 にアクスルハングノーズサスペンデッドモーターズの記載があるありがとうございます